カラビネーロスでチレは、チリの国家憲兵。単に、カラビネーロスと呼ばれることも多い。ラモネダ宮殿を警備する、カラビネーロス隊員。1946年当時のカラビネーロスの、パトロールカーカラビネーロスの、パトロールカーサンティアゴの通りを巡回する、カラビネーロス隊員陸軍、海軍、空軍に次ぐ、第4の軍であり、形式上は、国防省の指揮下とされているが、 平時は事実上内務省の指揮下にある。任務は国法の遵守に基づいて、平時は国内の社会秩序の維持や教育など警察業務を行い、有事の際には準軍事作戦を行うことである。現在の地理憲法では、カラビネーロスは非常事態において速やかに直接軍隊に合流することと定められている。また、スワットなどによく似たゴペと呼ばれる。 特殊部隊やラモネダ宮殿警備隊、大統領警護隊などがある。カラビネーロスの起源は1758年に組織された夜景団、ドラゴーネスデラレーナまで遡る。ドラゴーネスデレーナは1812年にドラゴーネスでチレと改名した。この頃、サンティアゴでチレやバルパライソのような大都市には夜景団やそれから発展した都市警察が存在していたが、 地方自治体はほとんどまともな警察組織を持たなかった。そこで1881年、各自治体における地方警察の組織が中央政府より発令された。しかし、この地方警察の意思決定は地方自治体に依存しており、しばしば地方の権力者が不当に警察力を乱用した。1896年には大都市で検察が組織される。 1903年、アラウカニアコーアで手に入れたチリ南部アラウカニア地方の治安維持を目的に、クエルポデカラビネーロスが組織された。これは、最初にカラビネーロスの名前を冠した警察組織だった。1908年には、クエルポデカラビネーロスの士官学校が、現在のプロビデンシアで開校した。1927年4月27日、第20代大統領カルロスイバーニエス。 デルカンポ将軍は、地方警察、検察、クエルポでカラビネーロスを、チリ中央政府のもとに統一し、カラビネーロスでチレを創設した。イバーニエスは、カラビネーロスの初代長官となった。1938年9月5日、チリ国家社会主義運動による暴動を鎮圧する際、身の安全を条件に武装解除したチリ国家社会主義運動党員ら約60人を、 労働保険局前に連行して処刑した。この事件は、労働保険局前の虐殺と呼ばれた。カラビネーロスに対する発砲命令の出所が不確かで、地理の歴史研究家の間で議論の的となっている。かつては、アルトゥーロ・アレッサンドリ・パルマ大統領の命令によるものとされていたが、現在では否定されている。1973年9月11日、 陸軍のアウグストピノチェト将軍がクーデターを起こすと、後に、カラビネーロス長官となるセサルメンドーサドラン将軍の元、カラビネーロスは、陸海空軍と共に決起、サルバドールアジェンデ大統領への攻撃に参加し、後に、軍事政権の一翼を担った。カラビネーロスでは軍に似た、階級故障を用いている。召喚上級指揮官指揮官下級指揮官下,揮官下士官、兵。 ありがとうございます。